こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会一宮支部です。今日は夏野菜の揚げ物をします。今回教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお借りしてきた器はこちらです。阿蘇市坂名市にあります滝室窯さんの作品をお借りしてきました。夏らしい涼しげな器に、ね、いい色ですね、はい、そして今日は夏のお野菜がたっぷり、はい、これ食べるとやっぱり夏バテにも効きますか。そうですね、かぼちゃの、ね、カロテン、うん、ナスビのなんとかありますよね、うん、なんかいいらしいですね、はい、なんか栄養がないようにも見えるけどですね、うん、でごまごまの繊維とかパプリカまたね、うんうん、それなりに私は栄養しいじゃないんでその辺はちょっとこらえてくださいとね、オクラもこうネバネバしてるし、はい、あの粘りのあるのを体に入れてますから、うん、あんまりこう里芋でもですね、うん、まあ、使い方によってあれですけど、うんうん、できるだけその粘りは使った方がいいらしいですけど、はい、はい、じゃあ早速教えてください、はい、まずあの里芋の皮を剥きます、はい、今度はナスビをですね、はい、またこれも立派な、はい、これはですね中長のナスビですかね、うん、でこれを半分、じゃちょっと大きいから3等分ぐらい、これを半分して、大きいとどうしても火の通りが悪いから、でここ筋をちょっと1センチぐらい深さのですね、はい、こう3本ぐらい入れて、これは一口大の角切りですね、はい、であとはオクラですね。オクラはヘタを取って、ヘタはですねギリギリ切って、はい、で この角のちょっと色のついたガクとかなんかね、はい、こうあります、うん、そこちょっとこう面取り、うんうん、斜めに面取りして、さあ今度揚げていきます、はい、で今度油をフライパンに熱して170度ぐらいですね、はい、だし汁を入れます。お酒とみんな入れて、みりんとお醤油、はい、それからこれをちょっとこう入れて、とてもいい香りが、いりこと昆布のね、美味しそう。これに揚げた野菜を入れます。全部入れます。でこれをですねちょっと手早く混ぜます。もう火は消します。あ、美味しそうです ね、こう馴染むように、うん、でこれ好みでごま油をたらっとこうしてもらうと中華風いいです ね、うん、生姜の搾り汁でも、あ、ね、はい、出来上がりです。出来上がりです。夏野菜の揚げ物、はい、地産地消クッキングでは阿蘇市の窯元から器を提供していただいています。阿蘇市坂名市にある滝室窯さんは若き陶芸家が父の後を継いでスタートさせた窯元で、普段使いのできるシンプルなデザインの器を製作しています。